はい、お世話になっております横浜市緑区の植木屋中島です。今回はですね、お客様が自身でバラの冬剪定をされたそうなので、それをちょっと見てほしい、でちょっとおかしな部分があったらそれを手直ししてほしいということなので、それをやってみたいと思います。はい、こちらはですね、お客様に手直しを依頼いただきましたバラになります。こちらのバラはアンネのバラといってですね、アンネの日記で有名なアンネ・フランクの形見として捧げられたバラで、愛と平和のシンボルとなっています。で、このバラなんですが、つぼみの時は赤で、開花後は黄金色、サーモンピンク、そして赤へと変色するのが特徴で、かなり人気のバラと伺っております。で、バラの冬剪定の動画は以前つるバラクレパスキュールを切った時があるんですが、その目的は春にたくさんの花を咲かせるといったもので同じなんですが、ただ今回は、こちら見ての通りですね、つるバラではなくてですね、木立ちといってね、誘引する必要がなくて自生、自立ですね、自立するタイプの感じのバラなんで、若干そこを、注意して手直しをしていきたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。まずこちらのとこ見ていただけますでしょうか。単純に色が緑色となんか茶色い部分で、はっきりしているかと思います。で、こういうバラですね、基本的にこういう若い芽からですね、また伸ばしていって、花を咲かせます。多分去年結構花が咲いたのではないかなと思います。で、バラはですね、基本的にその去年一番、花が咲いた分に、また花芽をつけることが多いので、基本的にこういう緑色の部分あったら、だいたい5センチから10センチぐらい残して切るのがセオリーと言われています。で、おそらく住民さんもそれが分かってて切ったのかなと思います。でですね、ただちょっと枯れ枝とかがね、これ残ってますので、こういうとこ取り除いていきたいと思います。で、こういう細い部分も、ちょっとね、ここ切っていきたいと思います。で、ここですね、ここも、切っていいかなと思います。で、これですね、これおそらくも古いかなと思うんですけど、ここら辺がなんか若干緑色なんですよね。なんでここまで切り戻していきたいと思います。あんま切り口が、茶色なんで、あんまみずみずしくないですね。よいしょ、ちょっと古いのかもしれません。で、で基本的に、こういう、なんていうの、ちょっと石っぽくなっているとこ、こういうところから新しい新芽ってなかなか生えづらいので、まあ、生えてきて、まあ、どういうふうに伸びるかなんですけど、まあ、残してもいいかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと戻してってちょっと状態見たいと思います。そうするとちょっともう完全に古い感じしてますよね。で、おそらくここからは多分新しいのが出ないかなと思います。で、今度こっち行きます。もうこれ完全枯れてるんで取ります。で、そうするともうここら辺なんか若干新しい感じしてますよね。で、細いんで、切り戻します。で、ここ見ていただけますでしょうか。細いのがですね、もうしっかり、出ているんですけど、こういう時に大事なのが、春に一斉に花を咲かせるといったポイントです。ですので、ちょっとこれが生えているとちょっと早いんですね、タイミング的に。なんで、細かいのは全部ですね、根元から切っちゃいます。で、もし今、剪定バサミでやってますけど、その剪定バサミでやりづらい場合は、庭木バサミ、とかです。植木バサミとか先端が細いものでやってあげるとより綺麗にできます。で、大体これでいいかなと思います。で、冬剪定で思い切りが大事っていう話をちょっとしたかなと思うんですけど、まあ、例えばですね、こちらの、枝見えますでしょうか。これ古いですよね。で、ここに穴が開いて、ちょっと虫にやられちゃってるの見えますでしょうか。なんで、ここを残しても仕方ないので、ちょっと切り戻します。で、おそらく切り戻しても、ここ、
多分新しいのは出ないかなと思います。状態的にかなり古いかなと思いますので、なので、ここは、受精がちょっと衰えるかもしれないんですが、切っちゃってもいいかなと思います。まあ、ただデザイン的にあっても、まあ、ここから新しく伸びてくれれば万々歳なんですけど、まあ、ちょっとここで残しておきたいと思います。はい、次のポイントに移ります。ここですね、次ね。で、まあ、これも細いんで、切っちゃいます。で、ここ、まあ、ちょっと切り戻してのとこなんで、まあ、大体長さ的にこれはここでいいかなと思います。で、これですね、実はこれも折れちゃってるんですね、ここなんで、もうここ多分虫かなんかにやられちゃってるんですね。もうここ木の粉みたいに出ちゃってますけど、まあ、これは何でしょう、カミキリムシですかね。なんで、まあ、ここはもうこっちに緑色の枝、緑がこっちに出る、こっちはもうずれちゃってるんで、ここは根元から切っちゃってもいいかなと思います。で、ここちょっと悩むところなんですけど、まあ、ここは茶色いですね、まあ、まあ残しても切ってもいいかなと思います。で、細かい、細い枝、まあ、残して切っちゃいます。で、ここもちょっとここがですね、木っぽくなっちゃってるんで、ちょっと切り戻してもいいかなと思います。そうすると、みずみずしい色が他のと違う感じですよね。で、戻します。で、今度はですね、こっちになります。で、細かい細い枝を除いていきます。で、そうするとおそらく、まあ、平行枝にはなりそうなんですけど、ここしか残ってないんで、ここをもう少し切り戻します。はい、で、ここのとこ見ていただいて、細いとこを切っていきます。で、ここですね、これも切っちゃいます。ここちょっと迷うとこなんですが、ここはちょっと、まあ、残してもいいかなと思います。で、ここですねを切ってって、ここですね、もう完全古くなってて、コブのような状態になっちゃってます。で、どっか新しいとこに伸びてくれればいいんですが、まあ、ちょっとコブが大きいんで切っちゃいます。で、こっちもですね、よいしょ。で、最後ここですね。で、まあ、ここ切って、で、バランス的に、まあ、ちょっと長い、もう5センチ10センチとかセオリーで言われてるんですけど、バランス的に見ると悪くないと思うので、だいたいこれでいいかなという気がしています。あとここですね、あとは細かい枝、枯れ枝とない感じなので、はい、で、以上で、手直し終了になります。はい、というわけでバラ剪定が、バラの冬剪定終了いたしました。で、ま、ざっと、見ていただくと分かると思うんですが、手直しなのであまり、前後の違いが分からないような感じです。で、ポイントとしてはですね、やっぱりその枝の、それぞれの枝の先端にこういうふうな緑色の枝があるといいっていう感じを覚えてくださればと思います。かといって全ての枝になかなかそれが残ってるかといえば難しいので、まあ、できたらがと思っていてください。で、
あとはですね、不用枝、枯れ枝を取っておくことで、来年の花にエネルギーが回ることができますので、そこは他の剪定と同じく丁寧にやった方がいいと思います。で、他の剪定と若干違うのはですね、普通だったらこういう枝残さないと思うんですけど、これ緑色でいい感じの枝ですよね。なので、今回のバラの冬剪定では残してもいいかなという判断で残しています。こういうとこが、他の植木の剪定とは違うかなと思います。はい、というわけでバラの冬剪定の手直しをやってみました。ポイントとしてはですね、去年どこに一番花をつけていたか、そういうとこが、大体新芽から伸びていってですね、そこに大体咲いてるんですけど、基本的に、緑色とか赤色とかバラによって多分品種によってその枝の色とかは若干異なると思うんですが、色がついてる部分をだいたい5センチから10センチぐらい残して切るのが大体のセオリーです。なんで、大体それぐらいで、枝がついてる部分は残してあります。で、今の5センチ10センチって話をしたんですけど、あくまで全体のバランスを見て切るようにしてみてください。それによってですね、来年綺麗な花が、来年というか今年ですよね、もう今年の春、綺麗な花を楽しむことができるのではないかなと思います。よければ、バラの冬剪定ご自身でやる時の参考にしてみてくれれば、幸いです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。